ザグレブ市電は、クロアチアの首都ザグレブ市内を走る路面電車。2020年現在は、路線バスやケーブルカーなど他の公共交通機関と共に、ザグレブ市の子会社であるザグレブ電気軌道によって運営されている。19世紀の終わり頃、ザグレブでは急速な都市化が進行し、1890年代の10年間で人口も50%という急激な増加を示した。 これを受け、ザグレブ市内の交通機関を整備する動きが1880年代に進み、予算不足などによる計画変更を経て1890年に、当時のオーストリア・ハンガリー帝国首務省から馬車鉄道の建設許可が下りた。建設は、翌1891年5月から始まり、当初は、ジュビリー経済林業博覧会の開催初日である8月15日に、 最初の路線が開通する予定だったが、車両の到着が遅れたことから、実際の開業日は、博覧会開催中の9月15日となった。バ車鉄道は、市民から高い評判を呼び、開業翌日だけでも当時のザグレブの人口の半数近くにも及ぶ約2万人の乗客を運び、以降も、盛況ぶりを見せた。だが、ザグレブの都市化がより進む中で、 馬車鉄道では旺盛な需要に対応できなくなり、より輸送力が高い交通機関、路面電車の建設が求められるようになった。当時、馬車鉄道は、ベルギーの企業連合が所有していたが、ザグレブ市は、路面電車の導入にあたり10年単位で結ばれていた、路線の所有権に関する契約を延長せず、1909年に新たに設立されたザグレブ電気軌道に権利を与えた。 そして翌1910年8月18日、期間1000ミリメートルの路面電車、ザグレブシデンが運行を開始した。開業当初に用意された車両は、ブダペストのガンツ製の電動車28両と、従来の馬車鉄道の客車を改造した付随車14両だった。その後、1911年までに、馬車鉄道は、全線とも、路面電車に置き換えられた。 第一次世界大戦期の混乱を経て、1920年代以降、ザグレブ市電は都市の拡大とともに大規模な発展を始めた。1924年から各地で路線の延伸が相次いで行われたことに加え、1936年にはトレシュニエフカに車両基地が建設され、2020年現在に至るまで80年以上に渡り、使用が続いている。 車両についても1922年に初めての国産車両となった M-22 がザグレブ市電の工場で製造された後、1926年にザグレブ市内が右側通行へ改められたのを機に、それに対応した反抗性車両の M-24 が作られた。第二次世界大戦以降、ザグレブがユーゴスラビアの都市となって以降も、 路面電車の発展は続き、1963年まで多数の路線が延伸された。車両についても制動装置、救助網をはじめとした安全性の強化を図った初のボギー車、TMK101 が1951年に製造され、以降は1970年代まで、ザグレブ市電の車両はジュローチャコビッチ工場で製造されることとなった。だが、同年代には、 生産数や製造価格の上昇が課題となったことで、Z は同社との契約を打ち切り、1977年以降は、チェコスロバキアに存在した KD タトラ製の電車が導入された。また、1960年代以降しばらく行われなかった新規路線の建設も1970年代後半に再開され、 1990年まで複数の区間の延伸が行われた。これに合わせて1980年にはドゥブラバに新たな車庫が増設されている。1991年のクロアチア独立後、ザグレブ市電ではクロアチア紛争をはじめとした経済の混乱による資金不足が大きな課題となり、ドイツからの旧型電車の導入による旧型車両の置き換え長年続いていた。 車掌業務の廃止など様々な対策が実施された。また、同時期には、Z が主導する近代化計画に基づき、ザグレブ各地の企業により、旧型電車の機器を流用した三車体連接車の TMK2100 の生産も実施された。その後、1998年には、ザグレブの東西へ向かう新たな路線の建設が始まり、2000年10月11日、 および11月20日にそれぞれ営業運転が開始された。さらに2001年からは、ザグレブ市電に調停小電車を導入するプロジェクトが始動し、各地の企業が参加したコンソーシアムのクロトラムによって、新造されたクロアチア国産の TMK2200 は2005年7月13日から使用が始まっている。2020年現在、 ザグレブ市電は全長 53.5km、車両数277両という大規模な路線網を有しており、Z が運営する路線バスやケーブルカー等とともに、ザグレブにおける重要な交通機関として運行を続けている。2020年現在、ザグレブ市電は以下の系統が運行されている。そのうち31から34号線は夜間に、 運行される深夜系統で、公術の通り他の系統と比べ運賃が高額となっている。市電を含め、Z が運営する公共交通機関の位置情報は Easyway のページから閲覧することができる。2020年現在、ザグレブ市電の運賃は路線バスと共通で以下のように設定されている。運賃は時間制で、キオスクや各事務所で購入した紙の乗車券や、 Z ットに加え、ザグレブ郊外へ向かうクロアチア国鉄の列車でも使用可能な非接触式 IC カードで支払う形になっている。全車は車内でも乗務員から購入することができるが、その場合事前に購入した場合より高額となる。また、観光客向けとして各種交通機関が無料で利用可能、かつザグレブ市内の各種施設の割引が行われる。 ザグレブカードも使用することができ、有効期限によって24時間、72時間の2種類が存在する。Z が運営する公共交通機関では乗車時に乗客自身が刻印する信用乗車方式が導入されており、IC カード使用時には乗車時にカードリーダーの画面から料金を選択した後、IC カードをかざし運賃を支払う方法が用いられている。 社内では、検察が行われており、無賃乗車が発覚した場合は、最大8 0ーナという多額の罰金が課せられる。2020年現在、ザグレブ市電に在籍する営業用車両の形式は、以下の通り。車両の総数は277両で、そのうち142両は、バリアフリーに適した、超低床電車となっており、将来的に、超低床電車以外の車両は、 TMK301 及び TMK2100 を除いて廃車される予定である。これらの車両はトレシュニエフカ、ドゥブラバの各車庫に配置されている。TMK201 クロアチアの国内企業であったジュロー・チャコビッチ工場で製造されたボギー車。従来の車両から車体が大型化し、出力も向上した。 付随者の TP701 と共に1973年から1974年にかけて製造された。TMK401TP8011970 年代以降の延伸に合わせ、ザグレブ市電にはそれまでのジュロー・チャコビッチ工場に代わり、チェコスロバキアの KD ータ・トラで製造された路面電車車両が導入されることとなった。その最初の車両として登場したのが、 ユーゴスラビア向けのボギー車である T4U-B4U で、電動車の T4U には TMK401、付随車の B4U には TP801 の形式名が与えられた。1977年から1984年まで計1 8 0両が導入され、残存していた戦前製の二軸車を置き換えている。TMK3011985 年以降、 導入された KD タトラ製の車両は小型二車体連接車の KT4U となった。制御装置の構造によって形式が分けられており、抵抗制御に対応した装置を搭載した車両には TMK301、電気子直波制御に対応した車両には TMK351 という形式名が付けられている。 前社は1985年から1986年に50両、後社は1987年に1両のみ導入された。ユーゴスラビア国内における標準型路面電車開発のため、1990年にジュロー・チャコビッチ工場で1両が試作された2社隊、連設車、ポーランドズオティマイナス900とも呼ばれていたが、ユーゴスラビア崩壊などの影響から量産されることは、 なかった。TMK901 ドイツでワング製の2車体連接車。元はマンハイム市電で使用されていた車両で、クロアチア独立直後の1994年から1998年にかけて35両が譲渡され、老朽化が深刻化していた旧型車両を置き換えた。車両形態によって番号が分けられており、TMK901 は、 デュアグカーと呼ばれる初期の車両 TMK941 は改良型のマンハイム型と呼ばれる車両である。一部車両は2009年と2012年にクロアチアのオシエクシデンに採用とされている TMK21001994 年に試作車が製造された3車体連接車。クロアチア独立5発の国産車両で 台車や手電動機など一部の部品は旧型車両からの流用品が用いられた。Z が主導したプロジェクトの下、クロアチア各地の企業が参加して開発が行われ、1997年から2003年まで製造された量産車も含めて、計1 6両がザグレブ市電に導入された。TMK2200 ザグレブ市電及び、クロアチア国産の路面電車車両で初となる。 超廷小電車。開発にあたっては、海外からの資金援助を受けることなく、コンサール、T、ボルト・グレデリ、ジュロ・チャコビッチ等のクロアチア国内企業による、コンソーシアムクロトラムが立ち上げられた。そのうち TMK2200 は5車体連接車で、2003年に製造に関する契約が結ばれ、2005年7月13日から開業し、2010年までに140両が、 導入されている。TMK2300 コンソーシアム、クロトラムによって開発された、超低床電車のうち、TMK2200 より短い3車体連接式の車両、TMK2200K と呼ばれることもある。2009年から営業運転を開始し、2両が在籍する。新型コロナウイルス感染症の被害拡大を防ぐため、 クロアチア国家公安保護当局は2020年3月21日にタクシーを除いた国内の公共交通機関を翌3月22日から30日間全面的に運行を停止することを決定しザグレブ市電もその対象となり全系統の運行を停止したその後4月30日に3つの系統で運行が再開し 以降は順次各系統の営業運転再開が行われている。ただし3月22日に発生したマグニチュード5.5の地震により、路面電車もにも被害が生じており、全面復旧には多くの時間を費やす状況となっている。ありがとうございます。